はい、今日はデート行きます。うタイトル変えろよマジで。なんすか、何に変えればいいんですか。聞いてみな、さっきね、はるくんが配信外でね、本当は配信のタイトルを、はい、今日この日のために生まれてきましたにしたかったけど恥ずかしいからできなかったって言ってたんだよね。言ってないし、もう熱を振るのやめてもらっていいですか。悲しいよ、恥ずかしいの一言でさ、こんな何ですかこのイベントみたいな、しょうもないタイトルにされて寂しいわマジで。楽しみにしてたのにな。じゃあこの日のために生まれてきましたに、ね、タイトル変えるか。マジ変えない、変えない、絶対変えない、意地でも変えない。変えよ絶対変えない、変えよ。あ、じゃあ初動で星川のが高かったら半分だけそれにしよう、はい、ちょっと半分、何半分半分の場合何になるの。え、わかんない、今の配信タイトル何でしたっけ、はるくんの今何ですか、このイベントはですね。この日のためにてんてんてんイベントはにして、半分ちょっとずつ変えてく。やばすぎ、罰ゲーム重すぎ。重すぎ。言わないでください、星川さん。重すぎ、罰ゲーム。え、変えるの？罰ゲーム重すぎ。星川さん重すぎ。そんな、あ、いやー、楽しみだったな、今日本当に。この配信、本当に。さ、本日やっていくイベントは、こちらのイベントということで。てか、体力大丈夫ですか？ 12 時間ぐらい配信してませんでした？余裕っす。おー、バケモン。だって、渋谷春ですよ、そんな。え、ちょ、聞いてください、なんか。はい。あの、前から決まってたじゃないですか、今日の予定。はい。なのに、12時間配信してる春くんを見て、あー、はい、なんか、デートの前日に飲み会行かれて、デート当日ドタキャンされる彼女の気持ちってこんな感じなのかなって思いながら見てました。でも、ドタキャンしてないっすよ。まあ、確かに確かに。でも違うんですよ、やっぱ。あの、いや、このイベントが楽しみすぎて、ちょっと寝れなくて。うんうん、あー、なるほどね。そうなんですよね。はい。楽しみすぎて。ちょっともう、はい、楽しみすぎて寝れないんで、まあ仕方ないから、寝れなくて仕方がないから、まあ配信しようかなって思ってて、はい。じゃあ、だけなんで、全然。疲れた素振りとか、眠い素振りとか、絶対出さないですよね、今日は。いや、もう出すわけ、疲れてね。疲れてね。ですよね。疲れてみて、マジ。いや、すごい。疲れてみて、眠くなってみて。渋春レベルになると12時間も余裕か。星川さんの前で眠たいそぶりなんかできるわけないじゃないですか。そうですね、もちろんです。じゃあ今日は全チャンピオンで、今回のチャンピオンを紹介します。全チャンピオンか、全チャンピオンで、なんか無茶ぶりしてくる女の子ってこんな感じなんだろうな。無茶ぶりだと思ってる。これが無茶ぶりを受ける男の気持ちか。え、これデートナイトソロ参戦できんの、うわ。今日の夜やろうかな。カップルをひたすら破壊する配信。え、いけんのかな、あとで。このイベント普通におもろいな、なんかその、うん、コンセプトがおもろいな。ね、おもろいっすよね。作るってはいるけど。え、でも多分、こういう企画から、本当にカップル誕生したりしますよ。そして今日、僕と一緒に、デートナイト、プレイしてくれませんか。うわ、やだな。嫌か。ちょっときつい。嫌か。Yes。どの辺がダメっすか、今のは。え、もう渋谷春なのがダメ。は？僕昔、はい、パブジーやってた頃なんですけど、まだだから活動して1年目かな、はい、クリスマスにカップルを破壊し回る配信みたいなのをして、一人でですか。一人でです。怖っ。いや、でも途中から確か人増えた気がする。あ、はいはいはい。カップルアンチが何人か味方できて、あ、はい、カップルを破壊して回ってましたね。やっぱ、もうじゃあ昔からその性格なんですね。いやいやいや、そんな褒めても何も出ないですよ。やばくない？褒められてると思ってるの。え、そういうモードだったとかではなく？そういうモードだったとかではない。ああ、もう、本当に、ストレス発散に。いやいやいや、はい、世界を救うために、ストレス発散とかではない。ああ、なるほどね。一応、はい。うわ、うまちゃん、よいしょ。マジ一人でいいやん。いいね。いやいやいや。やっぱ星川さんのカバーがあったからこそ勝てたのかなみたいな、やっぱ気持ち的にもね、星川いないとことは言っておいた方がいいのかなみたいな。あー、一応本当に念のため、最後まで頑張ってください。それは念のため言っておこうかなと。やばい、言われた方がやっぱ嬉しいっすかね。うん、そこまで言ったら台無しなんですよ。ただいまー。おかえりなさーい。はーい。
なんか機嫌いいっすね。え、うん、うん、よくなかったか機嫌、うん。あ？ねえねえ、はいはいはい、今日は心拍数出さないの画面に。出さないっすよバリ嬉しそう出した方が面白いって。いや、やっぱ心拍数上がってないことがバレるとまずいかなと思って。ええ、やめてよこの試合はじゃあもう絶対チャンピオン試合。キルポカッタ、キルポカッタ、ねえねえ、はるくん、キルポカッタって欲しか。ほんとっすか。ほんとっす、ほんとっす、買えよ。じゃあまあこの試合でチャンピオン取ったら、うん、買えなくて済むということで。え、そんなん、欲しか死にますよ、すぐじゃあまあまあ、星川さんが死ぬって言うんだったらもう死んじゃってもいいし。ねえ、なんでさっきのさ、約束だとさ、そんなことさ、星川がキルポ勝ったから変えてくれるって話じゃないですか。はい、やっぱそこは、ね、ラストチャンスや。チャンピオンっすよ、チャンピオン。え、なになんでそんなやだの。いいじゃん、別に1回でいいじゃんやだよ、チャンピオンは別問題ですよやだよ、半分半分半分、うん、半分にするとどうなるんですか、日本語的には。あ、じゃあこの日のためにてんてんてん、はい、何ですかこのイベントは、にしとこう。じゃあとりあえず、とりあえずね、とりあえずこの日のために。力を合わせれば勝利。日本語終わってるけどな何変わった、変わりました。まあまあまあ、ここらでちょっと1チャンピオン取ってかっこいいとこ見せるか。チャンピオン取らなきゃハルくん寝ちゃうよ。え、余裕で起きてるっすよ。え、てかマジで眠くないんですか。え、まあ今日は言うて寝るのをもう11時ぐらいにしようとは思ったから、全然それまでは起きてるっす。なるほど、えぐ体力マジで。星川さんとのデートが楽しすぎてちょっと、うん、ね、眠気が来ないっすわ。なんか今日みんなあれなんだよ、本当は星川10時どうですかって言ったんだけど、10時は眠すぎて寝てるかもですって言われて早くなったんだよね。はい、無理です、うんやっぱノーと言えるところはやっぱ言わないといけないかなっていう、うん、あ、まあまあ偉い偉い偉い。やっぱ気使ってね、いけますよとか言って、なんか眠そうな、うん、眠そうな感じで一緒にやるのもやっぱ違うじゃないですか。あ、いつものね、首しまくりのつまんだ顔が渋谷さんのね、何のことか分かんない。いや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 、ちょっとね、ダメですよね、さすがに。あくびはいつだって出るんすよ。でも今日してなくないですか。今日はバレないようにしてます。あ、え、いや、してないですよ、一回も。ちょっとはるくんがさ、あくびしてるの分かったら鳩ください、みんな鳩ください。嫌な、嫌な鳩だなちょっと待って、今のやつさ、うん、箱の上で待ってもいいですかねえ、マジで終わってる。これやっぱ大事な、いや、まあ確かにキルポがね、大事な相方を拾いに来るんじゃないですか。ちゃんと来たな、この人は。ちゃんと回収に来た、偉い偉い偉い、見捨てなかった。僕だったら見捨ててた。え、あー、星川さん以外だった場合ですよ。そうですよね、星川だったら、星川さん以外とやってたら、ね、ちょっと見せてたかもしんないなっていう話です、ね、うん、はい、もちろんびっくりした、びっくりした。もちろん、もちろん。うわー、特別扱いか、ポイント高いなー、それは。おー、来ちゃー